皆さんこんにちは、三上美和です。今日はですね、タイトルにもあった通り、皆さんに大事な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 、重大発表をしたいと思います。私、三上美和、独立しました。突然の発表でびっくりされた方もいるかもしれないんですけども、実は私、今年の1月から独立していました。報告が少し遅くなってしまってすみません。肝心な独立理由なんですけども、今日で私、三上美和、デビューして7周年になるんですね。もうそんなに経ったんだって感じなんですけど、この間ね、デビューしたばっかり、なんか新人っていう気持ちだったんですけど、いつの間にか私もね、割とベテランまではいかないですけど、まあ割とね、経験も重ねてきて大人になってきました。そしてですね、まあ、今までお世話になった事務所さんとはもちろん円満に、お別れはしているんですけども、まあ、7年間活動していく中で、私もやりたいこととか、まあ、今までできなかったけどもっとこういうことがしたいっていう気持ちがどん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 、もうお仕事大好きなので、もう毎日いろんなことがひらめくんですよ。これもやりたいし、あれもやりたいしって思った時に、まあ、私ももう28歳割とね、大人になってきました。年齢的にも早くいろんなことを始めたいっていう気持ちで、もっともっとお仕事に自分自身が携わりたいと思って独立を決めました。もう本当にね、独立大変でした。何が大変かって、もうなんだろう、まあ、会社を今まで設立されている方はいろいろ味わってきてることなんですけど、私って、まあ、今までの経験をお話ししていくと、高校生入学からアイドル活動をしていたんですね。だからアルバイトもできなかったんですよ。それで、20歳までアイドル活動をして、22歳でデビューしたのかな。なので一度もね、社会に出てないんですよ。はい、なのでね、こんな私でも高校まで来れたかという気持ちもありますし、まだまだ自分ダメダメだなって毎日思うことばっかりです、最近は。いや本当にね、いろいろ大変なんですね、社会人の皆さん。本当に皆さん尊敬します。はい、まあでもこんな小娘でもしっかりできるっていうことを、これから皆さんに見せていきたいなとは思っております。会社設立にあたって、今まで通りね、お仕事は変わらずあるのに、裏方で役所に行ったりとか、まあ、手続きをしたりとか、もう本当に全部一から自分でやったので、マジで時間が足りなかった。もうバタバタしすぎて、なんか表に出る三上はでもいなきゃいけないのに、裏作業もしなきゃいけなくって、もう本当に一時期は頭がパンクしそうになってわーってなったんですけど、まあ、今もね、変わらずね、バタバタはしてるんだけど、まあ皆さんに発表できるぐらいまでにはなりました。まあ、なので今後は、まあ、私とカヘミは今まで通りマネージャーをやっているので頑張っていきたいと思います。そして会社名を皆さんに発表したいなと思ってるんですけど、会社名が株式会社ミス、大文字の M に ISS が小文字です。ミスの由来に関しては、まあいろいろあるんだけど、まあ、皆さんに知ってほしいのは、ミスって、まあ、女性を表す言葉でもあるじゃないですか。で、私はまあ女性として一人で生きていけるぐらい強くなりたいってすごく昔から思ってたことなんですけど、まあ、女性一人一人、いろんな悩みを持ってると思うけど、女性でもこう強く生きられるっていうことを証明できたらいいなと思います。まあ、なので
まあ、いろんな由来はあるけど、省略したらそれですはい、ざっくりしててごめんなさい。女性に敬意を払って女性として頑張っていきたいなと思って、株式会社ミスという会社を設立しました。すごくね気に入っています。私の、まあ、本名の頭文字が M っていうのもあるので、こう M っていうアルファベットすごく思い入れがあって、今後もねいろいろ考えてることがあるんですけど、 M っていう文字は大事にしていきたいな、なぁと思っております。はい、今後はね自立した素敵な女性にどんどん成長できるように、株式会社ミスの代表としても頑張っていきたいと思いますまさか自分が会社を建てるなんて思ってもみなかったですね。去年の今頃はまだ全然そんなこと考えてなかったと思います。コロナ禍のおかげでいろいろ考える時間や、うん、なんか今まで目まぐるしかった分落ち着いて考えることができて、こういう選択もできたんだなと思うので、私にとってはいいこともあったかなと思ってます。はい、そして今後の活動なんですけども、AV を引退するんじゃないかと思ってる方もいるかもしれないんですけど、まだ AV 活動は続けていきます。安心してください。 AV に関しては今まで通りワンズダブルという事務所に所属してるんですけど、そちらの方で活動していきます。心配しないでください。まだリリースします。そして毎月リリースしてることを知らない方も結構いて、もうやめたのみたいな、三上やってもうやめたのみたいな、よく言われるんですけど、毎月ちゃんとリリースしてるのでぜひ見てください。そして、今後はもっともっと今までやりたかった、まあ私のプロデュースブランドや、まあ、今までもねアパレルブランドミーユアーズをやらせていただいてたんですけど、4月いっぱいで、ミーユアーズの方を卒業したので、まあユアちゃんもう洋服やらないのとか、もっとこういうものプロデュースしてほしいってたくさんの方が言ってくださる中で、私も本当に早くやりたいし、やるならでもすごくこだわって自分が本当に皆さんにおすすめできるものを共有したいなと思ってるので、今一生懸命頑張っております。なのでそちらは随時ね私の SNS の方で報告していきたいなと思ってるので、お待ちしてください。楽しみにしててください。そして、今日はもう一つ重大な発表が、独立発表後一番の発表がこの発表で本当に良かったなぁと思ってるんですけども、なんとちょっと前髪整えさせて、なんか前髪割れてるじゃんね。なんと私三上は初のスタイルブック発売します。マジ夢だったから、もうマジ夢だったから本当に嬉しいです。はい、知ってる方はいると思うんだけど、私が、3年前とか4年前ぐらいかなからずっと言い続けてるの、もうマジで言い続けてるの。イベントがあったら言ってたし、夢があってっていう風にスタイルブックが出したいんですってずっとね、特にまあ女の子は覚えてくれてるかなと思うんですけど、やっと夢が叶いました。まあこれもね独立してからのお仕事なんですけども、私もたくさんスタイルブックの制作に携わらせていただきながら、一緒に作ってきました。今回は角川さんから出版させていただきます。角川さんには以前から美人百花さんの連載などでお世話になっていたんですけど、ぜひスタイルブックを出させてくださるということで、角川の皆さんも本当に私のスタイルブック
を、まあ、期待してくださって、たくさんたくさん考えてすごくいいものにしようって皆さんが思ってくださってたと思います。もうね、まあ、今絶賛撮影中で、だいたい大まかな撮影はもう終わったんですけど、もう皆さんのその気持ちとか、私に対しての気持ちとか、私のスタイルブックに対しての気持ちがすごく熱くって、私もそれに応えなきゃっていう気持ちで、本当にね、いいものができそうな予感です。早くみんなに言いたかったし、早く皆さんに見てもらいたいなと思います。スタイルブックの内容に関しては、もちろん可愛いお写真はたくさん撮っていただきましたし、今まで公開していない私の情報たくさん載せてます。まあ、美容情報だったり、たくさん質問いただくカラコンとか、まあ、もろもろね、めちゃくちゃ初出ししてるので、もうこれは三上ユアファンなら買わなきゃ損ですよ。まあそんな感じで、あと私のね、顔の実寸表とかいろいろ盛りだくさんです。本当にあのスタイルブックにしては超ページ数が多いっていう風に言ってました。はい、スタイルブックの詳細や、まあ、今後の予約ページなどは今後 SNS に載せていくので、そちらを随時チェックしてください。ちなみに6月の2日から予約販売が始まりますので、皆さんすぐにすぐにすぐに絶対予約してくださいね。あの男性の皆さんにもあの朗報で、おしゃれなセクシーなグラビアカットなども入っておりますので、男性の皆さんもぜひ見てください。あとイベントとかも予定しておりますので、8月頃かな、はい、皆さんに会えるの楽しみにしております。スタイルブック念願の念願の、本当にね、夢だったんですよ。てか AV 女優がスタイルブックを出せるって本当に奇跡みたいなことで、うん、まず女性からの支持がないと絶対に出せなかったと思うし、まあ AV 女優って男性に向けてのねお仕事じゃないですか。まあ、そんな私が、ここまでスタイルブックを出せるまで三上ユアが成長できたのは、もう本当に応援してくださってる皆さんのおかげだと思います。皆さんが求めてくれなくなったら、もう私はスタイルブックなんて出せないし、やりたいこともできなかったと思うし、まあ、独立ももちろん考えれなかったと思うので、もう全てが本当に皆さんのおかげだし、今後皆さんと一緒に成長していきたいし、こうやって一個ずつ夢を叶えていきたいなというふうに思っております。皆さんに本当に感謝です。ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。はい、ということで重大なお知らせもできたということで、すごいなんかすっきりしました。全然隠してたわけじゃないんですけど、ちゃんと落ち着いてから発表したいっていうのもあって、半年ぐらいかかって発表できました。今後お仕事のご依頼などは、YouTube の概要欄にもあるメールアドレスなど、私のね、各 SNS にはお仕事の依頼はこちらへっていうアドレスがあるので、そちらの方に、ご依頼くださると嬉しいです。お仕事たくさん待ってます。企業の皆さん待ってます。あのこれ知った人は皆さん拡散してくださいね。三上は独立したらしいよ、ここがお仕事の依頼らしいよっていっぱい拡散してください。もう本当に今後は皆さんとたくさん成長していきたいなと思っております。力を貸してください。私人に頼るの苦手なんで、あんまりこう頼れないんですよ。だからまあ親とか、まあ、かえみとかには頼ったりできるんですけど、皆さん応援してくださってる皆さんが支えになってくれたら、とってもとっても心強いし励みになるなと思っております。今後独立して頑張っていく私をたくさん支えてください。よろしくお願いします。以上、大事な報告でした。
またねー。